吉村正博、小さな会社の経営のツボ。はい、皆さんこんにちは、吉村正博です。今日はですね、中小企業の YouTube 編集ということについてお話をさせていただきます。まあ、前回ね、2ヶ月半、毎日アップして分かったことっていうことでね、お話をさせていただきまして、ちょうど2ヶ月半前ですね、私 YouTube を開設して動画を毎日アップしてて、今日が80本目ということになりますけれども、まあ、そんな中でね、分かったことについていろいろとお話をさせていただきました。で、今回はですね、これです。動画編集ということになります。で、動画編集、いろいろとあるんですけどもね、簡単に言うと、ステップは5つです。1個目、パソコンとソフトを用意するってことですね。まあ、パソコンと動画編集ソフトを用意するってことになります。で、2番目が、ソフトに動画を取り込みます。そして、3番目が、動画素材を切り貼りするってことですね。素材っていうのもね、例えばその、撮影した動画、それから音楽ですね。まあこういう素材とか、あと字幕とかね、後でお話しますけど、これを切り貼りするってことになります。そして4番目が装飾します。音楽とかね、それとか BGM とか、字幕とか、効果音とか、そういうのを装飾します。そして最後が一つの動画として出力すると。まあこういうことになるわけです。で、まあ、動画編集、いろんなね、基本用語いっぱいあるんですよ。ほとんどカタカナ文字です。用語をね、まあ、全部覚える必要ないんですけど、まあ、分かっといたらいいのが、まあ、とりあえずトリミング。これはですね、切り取りですね。で、あとですね、エフェクト。これはね、効果演出っていうことになります。あと、クリップ。まあ、これは素材ということになりますね。あとね、フレームレートってあります。動画を細分化って、これ今動画ずっと撮ってますけど、これをですね、もう昨日撮ったやつで言うとこんな感じになるわけですよ。これがずっと並んでいくわけですよ。この下がね、声の波形っていう風になるんですよ。ちなみにここは、その間が空いたところ、これは音がないからこんな感じっていうやつなんですね。で、全体像としてはね、どんな感じかっていうと、こういう感じですね。まあ動画、まあ僕の場合はね、例えばこれが、今撮ってるやつで、これは例えばオープニングムービーとかね、まあこんな感じになるかなっていうふうに思うんですけど、例えばまあ、オープニングムービーだけじゃなくてね、まあいろんな、撮影した動画を、いろいろと撮ったやつを、素材をこの部分だけ使いたいっていうね、いうのがあったとしますよね。そうするとね、これを切るんです。で、切り取りまして、はい、くっつけますって感じですね。で、これで一つの動画という風になりますよね。で、ここに、例えば音楽、BGM 入れたりとかね、あとはまあ効果音を入れたりとかっていう風なのをこう貼り付けるわけですよ。で、さらに、例えば字幕を入れるっていうのがありますよね。まあ、ここにも字幕ありますよね。まあ、僕の場合ほぼ固定字幕なんですけど、で、あと例えば画像を入れる人もいますよね。まあ、私の場合、こうモニター使ってますけど、このあたりとかこのあたりとかにこう、話したやつの画像をポンと貼る人もいますよね。で、あとまたその、例えば、字幕ですね。まあ、これは例えばテロップとかね、そういうのを入れる人とかいますよ。で、これで完成で一つの動画にしてしまうっていうことになるわけですよ。で、この動画編集の意味なんですけどね、3つあります。まずね、情報の整理、それから情報の強調、そして、情報の意味付けということになります。一個一個お話します。まずね、整理でいきましたらね、不必要な部分を削除するってことになります。まあ、例えば、前回もお話しましたけど、まあ、例えば、これ、動画撮影してますけど、まあ、例えば、救急車が通ったりとかね。まあ、あとね、よくね、ヘリコプターが通ったりね、あとはね、近所の子供たちがね、大声で、こう、表で騒いだりすると、音が入ったりするんですよ。で、これは不必要だから、ちょっと、こう、撮影を例えば、って止めてね。で、その部分を、例えば、カットして、そして、先ほどみたいに、くちゅっとくっつけるってやつですね。あとは、構成配置の入れ替えっていうのもありますね、人によってはね。要はね、伝わりやすいようにするっていう、この整理っていうことなんですね。で、次、強調です。で、強調で行きましたら、まあ、テロップとか効果音とかね、あとはまあ、例えば、ズームしたりとか、あとは挿入画像を入れたりっていうことになりますよね。で、これは、伝えたい内容を強調するということになるわけですよ。で、最後、意味付けです。まあ、意味付けで行きましたらね、テンポとかまですね、あとはカット割りっていうことになりますね。まあ、だからこれはシチュエーション演出っていう風になります。例えばですよ、静かな静寂な全体のね、シチュエーションにしたいなっていうと、まあ例えばそういう間とかテンポとかもゆったりしたことになりますし、まあ YouTuber の人なんかこうテンポよくやってますよねっていうことになりますね。はい。トーン&マナーなんていうね、言葉もウェブではあるんですけど、まあそれに近いかなっていう風に思ってます。
で、よくある質問なんです。どんな編集すればいいですかっていうことをよく聞かれます。で、これはね、ジャンルやスタイルによってね、異なるんですよ。で、今ね、YouTuber のジャンルっていろいろとあるんですけども、例えばこんな感じね、いっぱいあるわけですよ。もういろいろできてます。で、最近で言うとね、タレント芸能人とかっていうのがね、YouTube にどんどん進出してきてますけども、いろいろあるんですよ。主なとこだけピックアップしてお話しますと、Vlog 系ってあるんですよ。これビデオブログ。毎日のね、自分の生活をね、YouTube に上げてる人ですね。こういう人いますね。あとはね、バラエティ系ですね。まあトークとかコントとかね、実験系とか体を張るとか、はじめ社長なんか最初の頃これでしたよね。はい。あとはね、紹介系ですね。商品紹介系。それから、レビューとか感想とか。ヒカキンさん結構これですよね。あとはハウツー系ですね。まあ例えばピアノの演奏とか、まあ DIY とか園芸とかこういうのをね、ハウツーで教えるっていうやつね。で、あとは教育系。まあ教育系で言うと、まあ英会話とかね。あとはまあ数学の授業をやったりとかね。まあコロナで結構こういう教育系って増えたんですけどね。あとはゲーム実況系。まあうちのね、高校生の息子もこれ始めるらしくて今一生懸命なんかやってますよ。はい。で、あとね、ミュージック系ですね。うん。あとは、まあメイク系、ファッション系ですね。これよく美容家って言われる人がね、こんな感じでメイクしたらということをアップしてますね。あとは料理研究家の人とかね、まあ主婦の人なんかも料理系なんかとやってますね。あと、漫画系。まあ、これはね、フェルミ研究所とかいろいろとあるんですけど、要は漫画をね、ショートムービーにして送るみたいなやつですね。あとは VTuber 系ですね。これはね、架空の、まあ、例えばその、キャラクターを作って、その人が語っていくみたいなことをやってますね。うん、これ最近結構増えてますね。あとね、大食い系。それと咀嚼音ですね。ただひたすら食べてる音を流してるみたいな、そんなのもあります。それからアウトドア系ですね。まあアウトドアキャンプしてみましたとかね、いうのもあるし、自然系もあるんですよ。ただひたすら川の音を流すとかね、雨の音をひたすら流すとか、これで何百万回再生とかあったりするわけですよ。あとはね、多いのペット系ですね。私 TikTok でペット系でやってるんですけどね。うん。あと衝撃映像系。まあこれはね、衝撃の映像。これはね、どちらかというと素人はあんまりやったらね、著作権違反になったりするから、あんまりやらないんですけどね。あと乗り物系ですね。鉄道とか船とかね。そういうのを乗り物系です。あ、車なんかもありますよね。あとトレンド系。これはね、なんだろうな。まあ、例えば、あるテレビ番組をただ撮って流すとかね。そういうのをやってる人もいるんですけどね。ちょっとどうかなっていうふうに思いますけど、まあまあ、そういうのもあります。あとね、パチンコ系っていうのもありますね。うん。それからあとはね、政治系とかね、ニュース系ですね。まあ、カズヤさんなんかそうだし、まあ、あとプロで言うと、虎ノ門ニュースとかね。まあ、いろいろありますよ。はい。さあ、ここで質問です。これ、動画、中小零細企業の皆さんのための動画ですから、はい。中小企業の皆さん、今挙げたどこに入りますかって話なんですよ。はい。どこにも入らないんですよ。まあ、あえて言うんだったら、まあ、商品解説系とかっていう風になるのかなっていう風に思うんですけどね。うん。で、商売人っていうのは、収益化を目指す YouTuber ではないんですよ。私たち、中小零細企業は、商品やサービスを理解してもらう。そのために YouTube を活用する。あとは、ファンになってもらう。そのために YouTube を活用するっていうことなんですね。ちなみにね、私はほとんど編集しません。まあ見ていただいたらわかる通り、ほとんど編集しません。まあただね、一部ウェブセミナーで使ったりしています。お見せしましょうか。例えばこういうやつです。ありがとうございました。まあこれはね、関西大学で、リアルタイムで講義したんですけど、それを、ズームで録画しておいて、それを後で編集して、後からも見られるようにっていう形に作り直した形になりますね。あとね、対談シリーズですね。まあ、実は明日も、対談します。M&A のね、専門家の桐明さんとね、前回対談したんですけど、今回シリーズ2ということで対談するんですけど、これもね、前回の対談でこんな感じでやっております。日本の M&A は、7割が中小企業であるってこう書いてあったんですね。あれ本当ですか？まあ、まず間違いないですね。立ちの悪い業者が暗躍すると、なんか本末転倒な気がするんですけど、ね。おっしゃるとおりです。もうまさに今は本末転倒になってます。
なってるんですか？なってます。まあ、これはね、いつものようなその画面ではなくて、ズームをね、使ってやってますから、あ、こういう感じになったり、あとは難しい言葉とか出てきたりするので、注釈なんかを入れたりとかね、でそういうことしてます。で、編集ソフトについてなんですけど、これもね、よく質問が受けるんですよ。で、凝った動画を作りたい場合は、Windows の人は Adobe の Premiere Pro とかね、Mac の人は Final Cut Pro とか、まあこういうのがあります。ちょっとね、お値段ちょっと高めですね。で、シンプルでいいならね、Filmora 9とかね、ビデオスタジオとか、あとは Power Director とかあるんですよ。ちなみに私は Filmora 9を使ってます。このね、Adobe Premiere Pro とかね、Final Cut Pro ってね、ものすごく機能がたくさんあるんですよ。まあ、そのシンセサイザーみたいなもんですよ。ところがね、まあ、いろいろと使ってる、まあ、使い倒してる人もいるんですよ。本気の YouTuber なんかそうなんですけども、まあ、中小零細企業はね、まあ、仮にこれを使ったとしても、そこまで使いこなしてる人ってどうかなっていうふうには思ったりなんかしています。だから、まあ、これぐらいでいいんじゃないのかなっていうふうに僕は思ったりなんかしてますね。うん。で、あとね、よく聞かれます。スマホで動画編集なんかもできるんでしょってね。まあ、例えば最近で言うとね、iPhone なんかもものすごく性能がいいから、iPhone で撮ってそのままスマホで動画編集したいっていうこと。まあ、それはそれで構わないんですけどね。まあ、例えば iMovie とか、あとね、Clips っていうのもあるんですよ。で、Clips の方が iMovie よりも使い勝手はシンプルです。だから、初心者の人は Clips でもいいんじゃないのかなと、iMovie の方がいろいろとできたりするんですけどね。で、ただね、私はね、こっちですね、パソコン版の方が圧倒的に有利です。もう編集の仕方から何からもうね、圧倒的有利です。で、このパソコンで行きましたらね、動画編集ってね、パソコンのパワーめちゃくちゃ使うんですよ。本当に使います。で、できれば動画専用に性能の良いパソコン、もう YouTube を始めたいっておっしゃるんだったら、これを買った方がいいというふうに思います。仕事で使ってるパソコン、本当にね、動画編集でね、パワーをいっぱい使ってね、全然仕事にならないってことがありますから、別のパソコンを買われた方がいいですね。でね、ノートパソコンよりもデスクトップの方が圧倒的いいです。私失敗したんですよ。性能のいいノートパソコン買ったんですけどね、実はその息子がね、高校に入学した時に、まあその YouTube やりたいからっていうので、息子にはね、デスクトップ買いました。で、デスクトップでね、まあそれなりの買ったんですけどね、もう息子の編集したりの、なんかその書き出しっていうんですけどね、それからね、全然性能が違うんですよ。だからね、しまったなっていうふうに思いましたね。はい。でね、この書き出しなんですけど、一番差が出るのは実は編集の時よりもね、編集が終わって、その YouTube 用のね、動画に書き出し、変換して書き出しすると、この時間がね、まあ、かかるんですよね、ノートパソコンね。だからね、やっぱデスクトップの方だとね、全然速さが違うから、だから僕はデスクトップのちゃんとしたの買った方がいいかなと思います。あとね、これですね、YouTube の動画、例えば素材動画とか YouTube 用の動画とかデータをね、ノートパソコンにどんどん保管していくと、どんどんね、パソコンの容量食われちゃいますから、データ保存用に外付けのハードディスクっていうのは必要かなっていうふうに思ってます。僕も実はハードディスクつけてます。はい。で、中小企業の動画編集の落とし穴なんですけどね、このカット編集ですね。まあ、よくあるのが YouTuber の人、ジェットカットっていうのがあるんですよ。間を詰めるってやつです。これは例えば、とかとかね、まあ、前回もお話しましたけど、こう、癖があったりとか、あと間ができるんですけど、この間ができすぎると、まあ、この YouTuber の人にとっては致命傷になるんですよ。もう見るのやめられちゃうっていうのがあるんで、だからジェットカットをね、しながらこう、間をどんどん詰めていくってやつです。具体的にはね、どんな感じかっていうと、ジェットカットやりたい。まあ普通に動画を撮ります。撮った中で間が空きますよね。先ほどありましたよね。波形がないところ、音がないところっていうふうに言いましたけど、このところをカットするんです。カットして間を詰めていって、テンポよくっていうふうにしていくっていうのが、これがジェットカットなんですよ。今実際やってみましたけどね。で、次テロップ。で、テロップで言うとね、このフルテロップってのがあるんですよ。セリフを全部字幕にするってやつですね。で、これなんでかっていう話なんですけど、これテレビ局の人に聞きましたら、まあ、テレビも最近フルテロップですよね。で、あれなんでって聞いたらね、その、YouTube とほぼ一緒で、こう、何々をしながらテレビを見てるとかね。まあ、例えば家事をしながらテレビを見てるとか、
まあ、こういう人たちがね、途中から見ても分かるようにとかね。あとはね、YouTube で言うと、声が一部その聞き取りにくかったとか、あと例えばそのスマホで見てるときに、聞いてるときに、何かこう雑音が入って、その部分だけ聞けなかったっていうときに、ふってこう画面を確認したら、あ、今こういうことを言ったんだなっていうのを分からせるためっていうことでやったりなんかしています。ただね、要はね、画面を見せるか、それとも情報を聞かせるかっていうのが大事なんです。私の場合は、前回もお話ししましたけど、こう結構ね、通勤の時の、車の中で聞いてるよとかってね、ラジオ感覚で聞いてる人が多いので、どちらかというと、聞いてる人が多いんですよ。だからね、あまりその画面を見せるっていうのは、まあこの、例えばモニターにしてもね、当初に比べてね、この画面の、表示の仕方も変えました。うん。だからこの画面を見せるか、情報を聞かせるかっていうことについては、これはね、ジャンルによって、そして皆さんの目的によって変わってきますっていうことです。で、あとテロップ入れたかったら、実は文字起こしソフトってのがあるんですよ。AI がね、音声を自動認識して字幕を自動作成するっていうね、ブリューっていうのがあってね、まあこれは便利っていうふうなことでね、いろんな YouTuber の人がこれ便利っていうふうに言ってますね。で、あとね、テロップの尺です。テロップの尺でいきましたら、テロップね、いつのタイミングに入れようかっていう話なんですけど、入りはぴったりなんですよ。入るときぴったり。そして、終わりは次の画面まで引っ張るっていうのが、セオリーとしてあります。で、次、BGM 効果音ですね。BGM 効果音でいきましたら、まあ、話系の場合はね、この、よく BGM 入ったりしてますよね。ただね、間を埋めるためなんですよ。要は無音状態を作らない、無音状態を作るとこうしらけてしまうとかいうのがあるから、この無音状態を作らせないっていうのがあるんですけどね。ただね、注意点はね、 BGM が大きいと話が入ってこなくなるんですよ。試しにやってみると、はい、こんな感じで BGM が大きいと話が全然入ってこないでしょっていうことになるわけですよ。はい。でね、イヤホンで聞くとうるさいのが本当によくわかります。だからスピーカーで聞くのとイヤホンで聞くのとね、ちょっと違ったりするんで、両方で確認した方がいいでしょう。で、あとね、効果音。効果音はね、注目させるためなんですね。何か例えばその、画像を貼ったりとか、そういう時にドドンとか入れたりとかするやつですね。まあ、例えばやってみましょうか。効果音は注目させるためです。まあ、こんな感じですね。はい。ただね、私はね、効果音は入れておりません。はい。なぜかって言いますと、先ほど申し上げた通り、ラジオ感覚で聞いてる人がいるから、何かしながら聞いてる人がね、いきなり効果音を入れるとびっくりしちゃうわけですよ。だからこれはやめてます。あと編集時間ですね。私たちね、基本的に素人なんですよ。でね、編集ってね、凝ると本当に無限なんですけど、商売人って時間がないでしょ。普段仕事してるんだから。私だってね、これお気づきの方いるかもしれませんけれども、これ2本撮りとかしてるわけですよ。これ時間のある時だけ、2本撮りとかしてるわけですね。あと編集にそんな時間かけてらんないわっていう話があるんですよ。だからね、これはね、質を取るか量を取るかです。だから動画のクオリティを取るか、それとも、編集にそんな時間かけなくて数をアップさせるかっていう、どちらを取るかっていう話になります。で、大事なことはね、中小企業は商売人なんですよ。ですから、広告収益を得る YouTuber じゃなくて、商売のために、何度も言いますけど、商売のための YouTuber っていうことです。ですから、編集にね、それほど凝るってのはどうなのかなっていうふうに思います。ある程度のクオリティはいりますけどね。で、それでね、言うとね、アナリティクスで確認します。例えば自分のアナリティクスで視聴維持率っていうのを前回お話ししましたけど、この部分で一気に視聴維持率が減ってるなと、見る人がいきなり離脱してるなというふうになると、そこの時にはどんなクオリティだったんだろうとか、いうことをね、確認して、そして改善していくっていうのが大事になってきます。あとはね、実際に尋ねてみることですね。見てる人にどうだったみたいなことを言うとね、いろいろとことを教えてくれます。で、自分に最適なクオリティをっていうのを、それでどん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 こう作り上げていくっていうことになりますね。で、あとはね、専門家に相談するっていうのも大事ですね。例えばね、後藤健二さんって言いまして、この動画マーケティング成功の最新メソッドっていう本を書いた人なんですけど、この方、動画のプロなんですけどもね、もともとがね、どちらかというと、その中小零細企業のウェブの活用とかね、ネットショップの支援とか、そういうことをしてた人ですから、いわゆる YouTuber の支援じゃないんですよ。商売人がどうやって動画を使うかっていうのはね、こういうプロですから、この方ね、いろんなところでセミナーもしてるはずなんで、こういうのセミナー参加するとかね、あとは後藤さんに直接聞いてみるっていうのもいいでしょう。
で、ちなみに僕もね、後藤さんにいろいろとね、後藤さんね、僕の動画を見てくれててね、吉村さん、このね、正面ダメだよとかね、いろいろとメッセンジャーでね、いろいろとアドバイスしてくれた人なんですよ。はい。あとね、プロに作ってもらうってのもいいですね。で、それで行きましたら、木下直和さんという方がいらっしゃいます。この方もね、ネットプロモーション教本っていう本を出した方なんですけど、カメラ動画についてももともとそちら出身の方で、非常に長けてます。で、例えば、商品のね、撮影の仕方とか、モデルの撮影の仕方とか、その商売で使うにはどういうふうにしたらいいのかってことを、いろいろと、講演とかもされてますし、実際に撮影もね、自分がカメラ担いでやったりとかしてます。で、ちなみに私の、この YouTube の、オープニングなんかも、この木下さんに作っていただきました。まあ、これだけじゃないんですよ。いろいろとね、商品のね、撮り方とか、そういうこともね、いろいろと教えてくれたりなんかします。まあ、こういう専門家に聞いてみたらどうでしょうかっていうことですね。はい、ちょっと告知です。登壇します。7月21日、14時から16時、大阪の吹田商工会議所で、攻めの廃業というテーマで講演をさせていただきます。あとね、8月から11月まで、いろんな各地の公的機関で、いろんなテーマで、これリアルで講演をさせていただきます。ただね、詳細がまだ、日程とか場所とかっていうのがね、まだ公表できない段階でございますので、分かり次第また告知をさせていただきます。はい。ということで今回は中小企業の YouTube 編集ということについてお話をさせていただきました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。